内野ゴロをやっぱゴロを打たせたってところが今日は良かったと思うんですけど、内野手の皆さんにいつも助けてもらってるんで、はい、内野手の皆さんのおかげです。もう見てからも5回まではなくなり1安打というピッチング、前回のあの8回の失点のピッチングが今日も生きていたような気もしますけど、どうだったでしょう。そうですね、やっぱり低めに、まあ、今シーズンは低めの制球力っていうところをやっぱキャンプからやってきてるんで、低めに今日は集められてゴロが多かったなと思います、はい、唯一のピンチだった6回、あの打球を受けた足は大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。で、この場面はノーアウト満塁になって何か一段ギアが上がったようにも見えましたけども、あそこはどんなことを感じながら投げたんでしょう。やっぱり、高橋君もマウンドに来ていただいたときにやっぱ気合いだと、やっぱりあの場面で中継ぎのピッチャーの方にもし変わるってなってもやっぱ負担が大きいんで、本当にあとは自分でしっかり投げ切って、本当に気合いで投げた6回です。気合いで言うと、あの6回の初めてのツーベース、長打になりましたが、タイムリーツーベース、見事な当たりでしたね。超えてくれと思いながら知ってたんですけど、頭を超えてくれて良かったです。ご覧の目線で言うとプロ初登板、それから交流のゲームもそうでしたが、5回あとちょっとで勝ち投手の権利というところで、逆転を許したということで悔しい2試合だったと思いますけども、その借りというのが今日は大切なんでしょうか。そうですね、やっぱり5回に追いつかれて6回に勝ち投手されてっていう試合だったんで、2つともすごい多分課題が明確な試合だと思うんで、しっかりその課題を試合の中でも意識しながら、まあ、投げるんだと思うんです、はい、さあ、いいピッチングが続いています。3連勝に向けた次のピッチングについても一言お聞かせください。次も、試合を作って勝てるように頑張ります。そして山崎さん、初めてのこのバンテリンドーム、レッドスタンド、オレンジに染まってます。最後にジャイアンツファンの皆さんに一言お願いします。まだまだ、いっぱい、勝つために、頑張って投げるので、ぜひ応援よろしくお願いします。